往復敵前逃亡。いやいやいや、内戦はなんかやられたり準備はないんですか？え、なんかどっかで喋られたりとか。そんな勢いない。勢いがない。昨日は眠れましたか？あのね、ネットでなんていうかな、ホームページを作ろうとしてるんだけど、はいはい、それが、はい、ちょっとなんていうかな、ツイッターのあれを入れようと思って、はい、アカウント自分の、はい、それでやってたらなんか全然分かんなくて、ええ、結構時間かかっちゃって。もうアカウントは開設できたんですか？ツイッターの、はい、アカウントは開設してるけど、はい、うん、だけど、ああ、そのなんていうか、まだ書いてない。あいつのそのホームページの方にそのなんか出さないといけないとかって書いてあったから。改めまして、今日出馬届け出まして、選挙の意気込みをまず一言聞かせてください。私、名前もないようなものですけれども、まあ、今度出るというふうなことにいたします。で、まあ、名古屋市の、まあ、ちょっと病院とかそういうところといろいろとありございまして、それで、まあ、なんていうか、患者の人権だとかそういうふうなことをきちっと考えてほしいというふうな意思があります。で、それ以外にもおそらくいろいろなところで市役所とかそういうふうなところでかなりその人権というか、なんかその、困っている人のサイドに立たないような対応がなされているんではないかと。で、ちょっとそれは良くないんではないかというふうなことを考えましたものですから、立候補するというふうなことをいたしました。で、まあ、私の第一点としては医療問題について考えたい。それからもう一つは、うつ病だとか、それから神経症だとか、そういうふうなことで、まあ、職場のストレスだとか、それから家庭の問題だとか、そういうふうなことで悩んでいる人がいるわけですけれども、なかなかそれが人には言えないとか、それから言ってしまうと会社クビになるとか、そういうふうな場合があるというふうなことがありまして、でそういった人にその、まあ、なんとか医療のサイドから見ると軽症というふうな考え方かもしれないんですけれども、その放っておけば重度になって、そしてもう立ち直ることができないような状態になってしまう可能性が高い。で、早い段階で、手を打つというふうなことを、その市というか行政の方が少し進めていただかないといけないんではないかというふうなことを考えています。で、それからまたその地域社会の中でやっぱりその人間関係が希薄化しているということが、結局こういうふうな社会的にその不安を持って、それで孤立していく人が出るというふうなことでありますので、地域社会をもう一度、昔の通りにというふうなことは申しませんけれども、なんとか今のその状態よりはもう少し、なんていうか、人間関係というか、そういうふうなものがあって、なんか悩みがあったりしても、一緒に乗り越えていこうというふうなことが思えるような、そういう社会というか、住んでいるところのそういうふうな地域社会というふうなものを、行政が積極的に何らかの形でその応援をするというか、そういうことをしていかなくてはいけないんではないかというふうなことを考えております。で、そういうふうなことから私、立候補させていただいたというふうなことでございます。ありがとうございます。選挙戦ではですね、どういったこう選挙活動、どういうふうにこう動いていきたいと思いますか？広げていきたいと思いますか？私、組織もございませんし、それからもう一つは住んでいるところが鏡原というふうなことで、なんで名古屋に来るんだというふうなことを思われる方もあるかと思うんですけど、まあ、その先ほど言ったように名古屋の大学病院との関係というか、そういうふうなことから改革が必要だというふうに考えたものですから、行うというふうなことにしています。で、まあ、おそらくポスターを貼りに来るのもなかなか大変というか、そういうふうなことがございますので、いろいろ普通の選挙活動とはかなり違ったものになってしまうというか、まあ、一応ホームページだとかそういうふうなものを作りいたしましたので、まあ、ちょっと覗いていただければありがたいかなというふうに思っております。はい、初め喋っていただいたことにつながるかと思うんですけれども、首からかけられている、はい、その動画にちょっと見せていただいてもいいですか？はい、これは
改めて読み上げていただいて、どういう意味があるかっていうのを教えてください。ノーモアモルモットというんですけれども、要するに、まあ、私、次第教員のモルモットだったんですけれども、モルモットの方が普通の患者さんよりも待遇悪いというか、その面倒を見てもらえない、使い捨てみたいな感じになってしまうというふうなことがございまして、で結局なんていうか、ずっとなんか薬漬けみたいな状態にされてしまって、それでまあいろんな仕事を失ったり、それからまた最終的には家からも出なくてはいけないような状態になってしまって、そういうふうなことで、その一回やっぱり研究対象として、そしてまあ学会にも発表し、それから論文も書かれているような患者については、ずっとその後も病院に通っている間はきちんとしたトレースをして、その問題についてできるだけその一番知恵を絞って、その対応していただきたいというふうなことを思っております。皆さんご自身がその病院の、すみません、ちょっと違ったらあれですけど、治験みたいなのとかに参加されていった？いや、私の症例について書いた論文がございまして、で、今日持ってきてないですけども、一応まあそういうのがあって、それから学会でも、名古屋で行われた学会で、そのまあ精神科の学会ですけども、そこで発表がなされたりしておりまして、でかなりまあ慶応でも見てもらったことがあるんですけれども、かなりなんていうか変わった病気というか、いろいろその判断に苦しむような非常に難しいっていうか、そういうふうな症状なんですけれども、その発表して、その後もう何というかいらないみたいな感じになっていて、でその発表した論文についても私一切知らされてなくて、どういう内容なのかということも知らなかったもんですから、それはちょっとおかしいんじゃないかというか、本当モルモットっていうのは自分でその何かを意思を決定することもできないし、それからまた何も知らされないし、ただ籠の中で餌をもらって、それからまた薬をもらっていると、で外から観察している人間がどうなったかなっていうのを見てるだけで、そのまま研究が終わったら伏せられてしまう、そういうふうな存在だというふうに、私自身そういう存在だったというふうなので、そういった何ていうか、人間としてのまあ意味というか、そういうふうな人間としての権利というか、そういうふうなものを全く考えないというのはおかしいんじゃないかという。ありがとうございます。はい、代表としては以上でございます。はい、他あれば。いや、ないです。もうこのまま鏡原に帰るつもりでいますか。はい、はい、もう今じゃあそこら辺はどうなのかなというのがあるんですけども、それでは良くないんじゃないかなというのは思うんですけれども、どこまでできるかなというのは、今のところそれが最低限のところだから、その最低限のところやってから、今度またまあちょこっとだけやるかなというふうなことを考えています。はい、すいません、はい、NHK なんですけど、はい、最も訴えたいことが医療問題っていう、うん、モルモットの問題、うん、あとなんか以前横顔取材の時に、うん、制度と制度の狭間でっていうお話もあったと思うんですけど、はい、そちらはいかがですか。うん、そちらの方も考えてはいるんですけれども、だからまあそのモルモットになっていた時間もあるし、それからそうじゃなくて、要するにはっきりしなくて、なんていうか障害者でもないし、かといって健常者でもないというふうな状態だったことがあるんで、まあ、これはその一番初めの部分の話で、あと2つとか3つとか、これは加えていくつもりではいます、こういうスローガンみたいなのは、うん、ただ今のところは一番初めの出発点はこれというふうなことで、これを出しています。ありがとうございます。今回出ようと思われた、はい、決めたタイミングってどんなタイミングだったんですか。
ずっとなんていうか裁判で負けて、それで2年3年もんもんとしてまして、でそういう中であちこちなんか選挙について賑やかな話が聞こえてきたものですから、そしたら私が出るのもどうかなと思ってはいたんですけども、あの急になんていうか市長が辞められるとかそういうふうなことになったのですから、というふうな感じで、まあでもそんなに時間があったから準備するというふうな感じでもないんで、そういう、まあだからまあ今は思った方がいいだろうというふうなことで一応、でまあ要するにモルモットって私自身のことですけども、あの裁判とかそういうのを見ていくと、モルモットを裁判所自体使うという気は全くないということがありまして、でそうするとこれからもずっとモルモットは生み出されていくんじゃないかと、でそしてまあ分からないうちにその処分されていってしまうんじゃないか、まあ、で私はまあ何ていうかモルモットの生き残りなんで、生き残りとして、やっぱり言うことは言おうというようなことを考えています。ありがとうございます。インタビューは以上でお出していただきます。これはどう、ちょっと反射してしまうか。市大病院のモルモットだったもんですから、名古屋の私立大、一律大学の病院に通ってらした。通ってて、はい、で私について の、はい、あの学会発表もされてるし、症例が学会で発表、発表されてるし、それから論文も出てる、はい、けどそのことを私は全然っていうか学会発表するっていうのは聞いたけど、はい、その内容については一切教えてもらえなかったし、はい、論文っていうのは私の細かい、はい、あのいろんなことが書かれてるんだけど、はい、そんな詳しいことを書いて論文にするっていうのは一切その聞いてなかったから、うん、と思って、でそれからその後に、うん、まあ論文できた後に、なんかもういらなくなったかなんか知らんけど、すごくいい加減な扱いがされて、でそれでまあちょっと、というか、結局業績上げるために患者をモルモットみたいにして使うけど、その後のアフターケアというかそういうのはしなくて、でもうほかっとくっていうふうな、で結局なんか多分そのほかっとくもんだから困ったんだろうと思うけど、結局なんか統合失調症なんて名前にされてしまって、うん、でそれも私は聞いてなくて、でかなりなんていうか、うん、あ利用するだけ利用してひでえことするなという感じがしたので、うん、それでまああのこういうふうなスローガンになって、はい、で裁判でも争ったんだけども、はいはい、まあ、全然なんていうか裁判所も知らんっていうか、まあそういうもんだっていうふうに初め弁護士に相談した時言ったんで、はい、まあそうなんかなと思って本人訴訟でやってみたけど、やっぱりなんていうかあの無視してあのあれされてしまったんで、へえっていうふうな感じで、でその後まあまあ負けてしまってどうするかなって考えてて、でここでちょっとまあ表に出そう、でそれまでは結局あのどことも連絡はしないし、はい、まあ、裁判の中だけでなんとかできないかなと思ってたんだけど、うん、まあ、それ無理だなというふうに、ん、このまま行くと多分なんていうか患者ってみんなあのモルモットにされて使い捨てにされても誰も、うん、あの裁判で訴えても裁判所は見向きもしなくなるだろうし、うん、でずっとこのまま行けば要するに業績上げるためならどんなことやってもいいやっていう意識に意思、うんうん、なっていくと思うんで、そこら辺は問題だなと思ってて、で私立病院っていうことなんだから、まあ、次第だけども、まあ、もうちょっとその公的っていうか、うん、きちんとしたそういう人権だとかそういうふうなことに配慮したその運営っていうか、うん、患者の臨床研究のための患者の会、うん、管理というかそういうのをきちんとするべきだと思うんだけども、うん、それも全然多分できてないというか、あのまあその他の先生のことは何やってるか知らないよみたいな世界なんだろうと思うけど、うんうん、そういうふうなことがあるんで、まあ、そのことが一番頭に引っかかってるのと、うん、それからその、まあ、ずっと病気だったんで、はい、その病気の中でいろいろと考えたことっていうか、うん、まあ、とにかくなんか二十何年間
半分ぐらいは死んだ方がいいかなということを考えてたような時期があるんで、それでまあそういうふうにならないように、まあ私はたまたま運よく生き残ったわけですけども、多くの場合そういうのってやっぱりあの気の毒なことになるっていうか、あのまああの知り合いとかで、まあ田舎の知り合いですけども、そういうのでも自殺してしまった人とかいて、であの人が自殺したというふうな感じだったから、うん、だからそのな、まあ、だけどそのちょっとだけなんかそういう制度があればそれで助かる人いるし、一時的だけでもなんかしてあげればそれでなんとかなる場合があるんだけど、そういうなんかちょこっとその悩みがあるっていうのが、それが経済的な悩みだとかそういう精神的なものだとかいろんな悩みあるんだけども、それあのすごく深刻な状態で医師がそのこいつはダメだって言ってくれればなんとかなるけども、まだあんた我慢して頑張りなさいよって言われてるような人っていうのは、その誰からも支援受けられないっていうか、そういう風な状態になってすごく孤立感っていうか、あのもうどうしたら自分で何とかしなくちゃいけないんだけど何ともできないっていうふうなことで絶望してくると思うんです。だからそういうなんていうか中間的な人っていうか、あの病気とそれからそのなんあの普通に健康な状態との間ぐらいのところで、何のその制度的っていうか社会的なそういうふうな援助がないっていうふうな状態っていうのはまずいかなというふうに。ただまあ結局そこら辺の人って自分一人で抱え込んじゃうから、結局抱え込んじゃってて、それでそのまあその自分で決めて死んじゃうとかそういうふうなことあるから、そこら辺がどうなんかなっていうか、そういうのまあちょっとその時に何らかの誰かの助けがあれば何年か経ったら綺麗に治ってそれでやっていけるようになる。で私の場合はなんか25年間結局記憶障害あったんですけども、それ結局なんかあのまあうち実家寺なんで、で田舎に帰ってんで、まあちっちゃな寺ですけども、まあ3日に1回ぐらいおじいさんおばあさんのところにお参りに行ったりなんかしてたら、そうしたらまあなんとなくまあこのままでいいかっていうふうな気になって、でなんかそうやってるうちに治っちゃったっていうか、だからなんかそのバカみたいなことなんですけども、そのバカみたいなことをちょっと やらせてもらうとかそういうふうなことがあれば助かる人いるから、そのバカみたいなことをやるような制度を、あの作ってやるよという、それは通院するとこは別の、そうそう、だから一人で頑張る通院するの間のところのケアというか、駆け込み寺というか、なんていうか、だからなんかね、そこら辺がよくわからんけど、なんていうの、あの学校でもなんていうか、もう学校に行けない子って違うところのなんか、はい、フリースクールとかあるじゃないですか、はいはい、だから仕事に行けない人だってそういうのあってもいいし、それからまあ行けてるけどもちょっとしんどい人もいるだろうし、それからそのなんていうかな、その看板をそれにしちゃうと、そのなんていうか行きにくい人いるんですよ、結局病気だっていうことは知られたくない人、はい、でだから病気だっていうの知られる別になんかそういうとこに入っちゃって、うん、で、まあ、まあ他にも病気の人いるわとか、自分よりこの人ダメだけど結構前向きで生きてるわとか、うん、まあ私なんかおじいさんとかおばあさん見てたら、結局この人あと何年かで亡くなっちゃうんだろうなとか思ってて、でもまあなんかとにかく頑張ってるねという感じがしたから、そういうなんていうか、まあ自分が普段会わない職場だとかそういう、うん、友人だとかそういうとこと会わないような人と会えて、そしてその中で自分のそのなんか人生、あの生き方っていうのをちょこっと軌道修正するというか、目向けてる方向が悪いから悲観的になってったり、それからまあその病気治らないんだから目向ける方向をちょっと少しずつ変えるっていうか、他の人の見方みたいなものもちょっとずつ入れてってんで、あの治っていくっていうか、そういうのは必要だと思うんです。で結局病院だと病気だから、結局それがないっていうか、あのお医者さんはなんていうか薬で治すとかそういうふうな方向行くから、その、まあ、朝かそんななんかそこら辺のおじいさんおばあさんとあれしたり、それか子供と遊んどったら治ったよっていうのは治療法としては認めてないんだけども、でも福川さんご自身はそう
うん、それで、はっきり言って、うん、医者の薬よりもそっちの方が効いたと。病院に行かなくなったのはいつ頃から行かなくなったんですか。うん、今から10年ぐらい前です。それは、学会で発表された後、裁判をやって、学会で発表されたのはそれより10年前、さらに前で、うん、そこからは、でもその後10年は通ったってこと。10年っていうか、そうそうそう、うん、通った、通ったけど通わなくなったのはなぜなんですか。信用できなくなった、だから治ったから、うん、治って、それともう一つは引っ越すことになったんですよ、うん、家追い出されたから、うん、追い出されたっていうこともないけど、うん、自分で出るっていう気になったから、うん、ちょっとまあいろいろあったもんで、うん、で結局出てもいいかなと思ったんで出たんですけども、うん、その時にまあどうしようかなと思ってんで病院でカルテを開示してもらったんですよ、うん、まあ、だいぶ良くなったけどもうちょっと良くなる方法ないかなと思って、うん、で見たらそしたら統合失調症って書いてあるから、うん、これ大丈夫かなっていう。それは自分には言われてなくてカルテを見て気づいたってこと。そうそう、うん、なんかね、だからカルテ見て気づいてインターネットで調べたら自分の論文が出てるわ、うん、ああ、でも名前は分からないけど、うん、これは私のことなんだ。データがね、慶応のねデータを使ってるんですよ。慶応大学に私、はい、1ヶ月ぐらい入院したんです。その時にすごいデータいろいろ取ったんです、はい、でそれがそのデータがの病院のカルテに入ってて、で報告みたいなのが慶応から4、5枚、あ3枚か4枚あったけど、うん、でそれが、まあ、ご自身で見て、うん、これは自分のだと、うん、比べたらデータほとんど一致するんですよ。でそこのところに付箋までついてあって、でその間違ってるデータについてカルテのところにこれについては何とか間違ってるみたいなこと書いたんです、うん、だから結局私のことを研究してる人いて、うん、でそのデータ慶応のデータを修正してで論文にしてるんだなっていうふうなことが分かったんで、うん、でもうそこら辺から言ったらなんか完全になんか、うん、気持ちをこう落ち込んでて、ええ、その自ら、うん、命を絶ってしまわれる方もやっぱりいらっしゃいますけど、不破さんはそこで持ちこたえたというか、その、まあね、結局何が支えになったんですか。良かったんだと思う。環境が良かった、うん、結局田舎の寺でそんなに金はないけども、うん、そんなにそんなら切羽詰まって明日から働けよって言われるわけでもないし、うんうん、でまあその、うん、外に出てもかっこ悪いなとは思ってたけど、それでまあいいかなというか、まあというふうなこともあったし、うんうん、それからもう一つは変な話ですけれども、死ぬのってかっこ悪いなと思った、うんうんうん、っていう、結局坊主としてなんか人間って壊れねばならんっていうやつじゃないですか。でそれが死んだらちょっとかっこつかんなというか、うん、でまあそこも生きてるのも生き恥さらしてるなと思ったこともあるけど、死んでもろくなことはこれ言われんぞっていう、うん、だからそこら辺は田舎の社会で狭いとこだから、そういう評判というかそういうのが気になって、で結局どっちっていうか、行動を起こせないというか、考え込んじゃって、でももう今はすっかり、そうまあね、だから不思議な話なんですけどね、うんうん、環境が良くて、だからなんていうか、いや多分大学に行った時でも治ったと思うんですよ、見方が変われば、うん、多分すごくなんか知らんけど業績上げないといけないとかそういうふうなこといろいろあったから、それでやっぱりストレスになったのと、なんか本当1から10までなんか気になりだして、そうするとダメになっていくんだけど、それじゃなくて、うん、だから田舎でそのいたうちに見方変わったというか、適当にやっててもまあ人間ってそんなにひどい見方はしないなっていうか、うん、でまあそれにまあなんかのんびりしてたから助かったなと思って。だから、まあ、私が模範というわけじゃないけども、その結局そういう環境さえ良ければ治るんじゃないかなって、そういう病気って、うん、でしかも薬とかそんなんよりも環境の方が重要で、そういうのを整えるっていうか、それが社会が整えた方が、そのなんか精神科で薬を開発するよりもはるかにいいんじゃないかと。
思うっていう、そんなような、だから医者から見るとなんかとんでもないこと言ってんなっていう。じゃあ薬はもう10年ぐらい飲んでないってことですか。そう、うん、飲んでないですね、うん、いやまあ薬もね副作用があったりもしますからね、うん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 、でも選挙という、うん、その社会の人に訴える手段として選挙を選んだっていうのはどうしてなんですか。だからそのモルモットの問題だけど、うん、裁判やったけど裁判所は認めないんですよね。でそうするとこのままずっと、うん、その医者は業績を上げるためにモルモットを生産し続けるというか、うん、で不幸な状態になってもその時は知らん顔して、うん、それは本人がおかしいんだよっていう風なことで精神科の場合はねそうやって言えてしまうから、もう自分たは最善尽くしたけど本人がまあそういうなんかちょっと欠陥があったからっていう風な言い方にされてしまうから、そうすると結局みんなモルモットにされて、それであの業績上げるだけ上げてんで最後は使い捨てで、でどうかなっちゃうっていう、うんうん、それはどうなんかなというか、うんうん、でもご自身のことだけじゃなくて、うん、他の方も救われてほしいっていう思いが、だからこれからが、これからそれが、うん、これからも同じような状況が続いていいのかっていう、うん、こと、なんか、なんかモアっていうのは要するにもうここで終わりにしてほしいってことです、うん、なるほど。 裁判でも届かなかった、うん、で選挙で訴える、うん、だからみんな、ま、その名古屋の市の人にもそういうこと知ってほしいっていうか、うんうん、その私立大学病院というふうな公的なところですらねそういうことが行われていると、うん、で多分なんかもっと精神科のそのなんていうか重い人とかそういう人のとこはもっとひどいことになってるだろうと思うんですけども、そういうふうなのってまあそのこのままいくとずっと放置され続けて、でそのまあ真ん中ぐらいの人というか先ほど言ったようなあのいいか悪いか分からないような人がまた治療っていうかその社会的にいろいろ追い詰められていくともっと悪い方向に行くと、そうすると結局モルモットにされたり、それからあの閉じ込められてしまったりというふうなことになると、でどんどんそういうふうなことで精神疾患の人が増えていって、で社会が機能しなくなるというふうなことを考えるんで、あのなんていうかなんか効率重視みたいなことで薬とかなんとかやれば確かに治る人もいるんですけども、うん、効率重視していく中でそうじゃない積み残した部分がとんでもない方向に行ってしまってというふうなこともあるし、うん、でもう一つはなんかあのひろゆきさんがベーシックインカムがなんとかとかいう議論してて、でその無敵の人ができるのはそのなんていうかベーシックインカムみたいなそういう制度がないから余計できていくんだっていうふうなことを言ってるんですね。でなんとなく自分が差別されたとかそういうふうな被害妄想的なものがどん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 社会の中に溜まっていくと大変だっていうふうなこと、うん、で私もなんていうかはっきり言って自分の境遇を見ると無敵の人に近いんですよ。どうですか、うん、だって、うん、仕事ないでしょ、うん、それからまあだから仕事ないから収入ない、うん、これから何してるか分かんない、うん、でまあ今はもう年いってってるからもう少しで年金もらえるって言うけど、まあ年金って言ったって月に 7,8 万もらえるかどうかぐらいのとこだから。国民年金ですか。うん、国民年金っていうか、あのね学校の年金って 2,3 万しかないんですよ。あ、10年ぐらいしか勤めてないから、だからそれで、うん、結局なんていうか無敵の人候補なんです。無敵の人候補、いやいや、名古屋市長候補でしょ。市長候補じゃなくて無敵の人候補なんですよ、うん、だからそれがどうなんかなと思って、まあ無敵の人に私はなれないけど、うん、だけどその中にはなっちゃう人いるよねっていう感じで、でまあ、無敵の人にならないまでも電車に飛び込んだりして電車遅れてみんなブーブー言ってるけど、そういうふうなこと起こっちゃうから、だから効率性を言うとダメなんで、なんていうか精神疾患とかそういうふうなことも考えて、ある程度最低限のなんていうかセーフティーネットというか、あのベーシックインカムみたいな、なんかそういうふうなセーフティーネットを作って、まあそのはっきりしないけど困ってるから、あの経済的にあの支援してやろうっていう風な制度を、まあ、そのやった方が結局社会的に長い目で見たらあの、うん、問題が少ないんじゃないかと。それは生活保護っていう制度ではダメ
ですかね。だから生活保護は追い返したりいろいろしてるでしょ。あ、まあ今はね、うん、それがまあ間違ってるんですけど、うん、間違ってるけど、うん、その追い返したりしてるから、結局そのなんていうか、あれも問題で、市役所の本来その住民のために頑張るべき人間がそういうことさせられてるっていうのはものすごくね、良くないなというかね、うんうん、精神的に彼らも病むよねっていうか、うんうん、病まない人はおかしい人だし、うん、だからそういうこと考えると、うん、なんとか、うん、そのなんていうかな、生活保護より少なくていいんですよ、うんうん、だけど本当にお小遣い程度でももらえれば、それでちょっとなんか別なことを、あのその余裕っていうか、それでなんかできたりして、でそこからあのまたなんか元気になればその働くとか、そういう方向行けると思うんですよね、うんうん、でそこら辺なんか生活保護だと、それにあのなんかいろいろ指導とかなんとかが来るわけですよね、うんうんうん、で指導とかって上から目線でなんか言われるとやっぱカチンと来ちゃうんですよ、うん、で余計に悪くなるんじゃないかと、でむしろ上から目線じゃなくて、うん、あげるからちょっと楽にしてみっていう感じで、うんうん、まあお小遣いみたいにしてもらえればそれでいいんじゃないかと、うん、で私もあの坊主やったんですけども、ちょびっとやって、あ、でもお寺は継いでいらっしゃるんですか。いや、お寺は出たんです。あ、出たの、うん、ちょっといろいろありました。なるほど。というのは、それはなんで出たかって言ったら、私について統合失調症だっていう噂がいろいろ広がったからです。お寺の近くで、うん、近くで、で結局なんか親戚の門からも統合失調症って言われなかったんですけども、うん、あの一体お寺誰が継ぐのって言われて、で私長男だから絶対自分だと思ってたんですけども、うん、違うこと言い出してきて、で何か知らんけど、うん、その時統合失調症だとは思ってなかったから、うんうん、まあそのあんまりそんなにお経もうまくないし、それからまあ話するのも下手だから多分ダメなんだろうなと思って、で、まあ、本当の人も弟の方が好きなんだろうなと思ってでいたんですけども、どうもなんかいろいろ聞いてみると、なんか統合失調症って噂が立ってるよっていう話で、うん、でまあ、それはその本当にじゃなくて誰かがまあ面白がって言い出してるんだろうなと思ってたんですけども、結局カルテ見たら統合失調症って書いてあるから、うんうんうん、きーと思って、うーん、多分どこからな、どういう風な漏れ方したのかわからないけども、桑田さんご自身はその統合失調症という診断をされたことに、こう非常に大きなショックを受けたということですか。ショックを受けたというか、うん、言われてないし、あ、直接お医者さんから誰も言ってない、うん、誰も統合失調症なんて言ってない、うんうん、でなんか幻聴ありますかって聞き出したのも、うん、だいぶ後の方になってから聞き出したから、うん、多分その頃の先生方は、うん、こいつなんか統合失調症じゃねえんじゃねえっていうふうなことを思い出してて、それでちょっとそういう風な言い方になってきたっていう、うん、やっぱりネガティブなイメージをお持ちなんですか、うん、桑さん。私は、うん、統合失調症っていうことが診断されるっていうのは嫌だなっていうのがあった。うん、だからね、統合失調症って言ってもいろいろあるから、うん、僕何とも思わないんです、うん、草間彌生みたいな天才いるし、何だったっけな、映画になった数学者のすごいやつとか、うん、統合失調症だったけどすごいのやってるから、うん、統合失調症イコールダメとは思わない、うん、でただ私みたいにそのなんていうかな、はっきり言うつ病って言われることすら嫌なんですよ、はい、うつ病って言うとなんとなく負けてるような気がするから、うん、うん、そこがやっぱり私ダメなとこだけど、それも病気になりやすいんだろうと思うけど、うん、そういうなんかうつ病って言われるのも嫌だから、うん、言われてもさ、天才的な統合失調症ならいいけど、うん、そうじゃない普通の統合失調症は嫌だと、うんうん、そういう感じがする、うんうん、でまあ多分その自分でも思っても統合失調症ほどすごいなんていうか発想力っていうか、うん、あの思考が跳躍するようなそういうところないし、なんか現実見ててもそんなになんていうか世界、あの空がなんか赤い色してるとか、うん、あの太陽がどうとかなんとかそんなん全然起きひんから、うん、でむしろやっぱりうつ病的な方で灰色の世界というかそっちの方に暮らしてたから、うん、今はその楽しみって何ですか。あんまないよね。ないよ。だってお金がないから、うん、私何しろもともと本集めたりするの好きだったけど、はい、もうお金ないし、それからマンション狭いから買えないし、うん、実家だったらそれはどんだけ買っても、うん、
でも、に打ち込んどきゃいい。選挙って立候補するのにお金かかるじゃないですか、供託金、はい、それは貯蓄を崩したんですか。貯蓄を崩した。だから2年分ぐらい使ったと思うよ、生活費。生活費2年分を、うんうん、だいたい、じゃあ今月10万円ぐらいで、10万円ぐらいで生活費、いや母が一緒にいるから、ちょこっとだけ出してくれるから、それでなんとかやってるけど、でも お母様には内緒で立候補。そうもうなんかね、絶対やめろって言うだろうしさ、そんなもん考えさせるだけ悪いと思ってさ来たんだけど、昨日バレた バレてしまってんで、まあでもなんか不思議なこっちゃみたいな感じで、あんたと同じ名前の人がとかって言ってて、あ、まあバレたりしゃあないなと思って、出たんやって、でもまあそしたら、まあその前からの裁判のこととか母に言ってあるから、だからまあそういうこのままなんて言うか知らんけど、あんた統合失調症でおかしかったからそういう扱い受けたっていうふうなことになったら困る、全然違うんだからっていうふうなことで、だから統合失調症についてその弁護士さんに相談したら、あんたはすごい統合失調症について差別的な考え方持ってるなって言われたけど、それはちょっと違うなと思う。僕は統合失調症って言われてる人、本当の人なんかでもいたし、かなりなんかちょっと危ない人だっても、お盆のにお参りに行ったりして妙な話聞かされたりしたけど、それでこの人本当にさ危険かっていうふうには思わなかったもん、そんなにそう悪い人やなくって、なんか結構なんか面白い人やなとか思ったり、まあちょっとぼやけどなんか地元では暴れてなんか大変やったとかっていうふうな話は聞いたけど、でもまあそんななんか変なことするんじゃないなとか思ってたし、岩さんご自身も別に暴れたりとかってないなかったわけですよね。だから全然暴れてないのに統合失調症されたと、だって入院したのは慶応の病院で、それは要するに分からんから検査入院した。でその慶応の病院のデータを元にして新規症っていう論文が書かれてる、でノイローゼの一種だっていうふうな論文が書かれてる。でその後は入院なんか全然してないし、なんでそうなるかなと思う。多分なんていうかカルテの取り違いかなんかをしたんだと。たくさん患者がいたんですよ当時、そのいろんなタイプの患者を市大病院集めてて、で研究に使ってたんですよ。ですごいたくさん患者を使って何とかしたって、実際市大病院のところにも書いてあって、でなんか業績が上がってよかったみたいな、万々歳みたいなこと書いてあるんですけども、多分患者たくさん増やす中で何らかの取り違えとか、それから意思疎通に間違いが起きて、で結局なんていうか間違ったんだろう、でごめんなさい、いいです。選挙のことで、そのやっぱり1番はノーモアモルモット、2番目はあります。2番目はね、だから先ほど言ったみたいな中間的な中間層っていうか、病気でも、病気っていう風にしてその保護されるわけでもないし、かといってそれならまともな普通の人と一緒に同じように働けるかって言ったらそれも難しいと、でそういう風な中間的な人っていうか、そのどっちにも入らなくて、で、とにかくなんとか治らなくちゃいけないとか、働かなくちゃ生活できないとかっていうことを考えてる人がいるわけですよね、でそれで自分自身で結局追い詰めてって、でなんていうかますます病状が悪くなって、で最終的には死を選択するとか、そういうことにもなってしまうと、でそういうふうなところの人を、そのどうやったらいいのかなっていうのは分かんないけど、私みたいなそういうふうななんか小遣い稼ぎの、あのおじいさんおばあさんの話聞きに行くような、あのそういう風な仕事っていうか、そういう風なことでもやってればちょっと変わるんじゃないかなという風なことを思うんですよね、なんかそれは名付けたりできないですか、このおじいさんおばあさんの話に行く、そこが難しくって、おじいさんおばあさんの話をね、そこなんとかねキャッチフレーズにしたいんですよね、それしたいんですけども、知恵がねなかなかない。でもすごく桑さん自身はそのおじいさんおばあさんとお話をすることで、自分自身も良かったし、おじいさんおばあさんにも良かったしっていう、そう多分ね、実感があるってことですね。私と話してて、どうなんかな、いろいろあるけども、
多分そんなに悪い印象を持った人はいないと思う。でまあちょっとかわいそうに病気になって、うん、やめちゃって家におるけど、まあぼつぼつやっとるわっていう風な感じで、うん、でまあよくなるといいねみたいな感じで、何が悪いかって分かってないし、まあその統合失調症っていう噂立ってたけども、うん、なんか統合失調症って言うけど、まあそんなに怖い病気でもなさそうだしとかいうふうな感じで接してくれて、でまあ おじいさんおばあさんもそのなんていうか、まあ病気の子になんていうかお参りしてもらっとるんやっていうのは別に悪い感じしなくて、あ、じゃあお互いに良かったってことですね。噂も良かったし、うん、なんか似たような、うん、その要するに、なんていうかな、大して 世間から見ると悩みって言えないかもしれないけども、やっぱりなんていうか苦というかそういうものを抱えてて、うん、でまあそのなんていうか若い者と話し合わんで困っとるとか、うん、そういうふうなことで あれしてる、うん、もうでもそういう人たちもみんな亡くなってしまったよね。結局で結局田舎だからどんどんもう家もなくなっていくし、うん、まあそれはお金のことがあって経済的に寺やっていけねえなというのもあるけど、うん、それだけじゃなくって今までなんか一生懸命畑耕したりして暮らしてきた人がもうその不動産だとかって言って、うん、マイナスイメージでしかその都会に行った子供たちからは思われてないっていうのは、うん、うん、でまあそうした皆さんとお話をして、そう、ね、うん、だからなんていうかな、うん、その同じようなタイプの人っていうかな、会社とかそういうところでバリバリやってる人みたいに皆さんなりなさいよっていうのが、うん、今良くないんだと思う。プレッシャーっていうか、うん、だコスパとかさ、うん、タイパとかさ、はい、そういう考え方でしょ、うん、で成功するっていうことが大事っていうか、うん、そういうのって、うん、私もあるし、うん、そういうのってまあ結局ずっと子供の時から受験戦争だとかそういうとこでいた、うん、そういう風になってっちゃうんだけども、うん、そうするとなんていうか、まあ田舎の生き方っていうのは、うん、アホだよねっていう感じになっていくんだろうけど、うん、それで結局捨てちゃうもんだから、かえってそこでまたなんていうか自分でその一つの価値にだけしがみつくような人間っていうか、一つの価値っての物差ししか持ってないもんだから、うん、違うところのあれが、うん、できなくなっていくっていうか、うんうん、だからここの場こうやってて、まあ走っててもうずっと走り続けるんだって思ってて、うん、走れなくなった時に違う方向もあるというか、うん、脇道でちょっと休んでみようかとか、それができなくなってきてるというか、そういう場所というか、うん、そういうだからそういうなんていうかな、うん、そういうだからなかなか難しいんですよ、そういうのもなんていうかもう、うん、変な人入ると大変なことになるし、なかなかね、でも、うん、その自分の居場所というかこう心地よい場所を探してる人ってすごくたくさんいるじゃないですか、うん、本来は、うん、まあ、言い出せない人もいると思うんですけど、うんうん、そうだから、ある意味や昔のそういうなんかお寺とかそういうのってある意味強制じゃないですか、うんうん、行かないといけない、うんうん、でも行かないといけないってことは行ってもいいってことなんです、うんうん、でそこで適当に自分で会う人っていうかそういう人を見つけることできて、で話したりなんかして気晴らしできる、でまあそういう風な村の中でも結局仲良しとかそういうのいろいろあったりして、それでなんとかやっていけるっていうのがあるんですね。でそれが結局今はみんな切れてきちゃってるから、うん、もうみんなに対してその他の人っていうのに対してまあほとんどなんていうか警戒心持つっていうか、うん、いつも鎧着たような状態で接してて、うん、結局それもストレスになるし、うんうん、だけどそれはどうなんかな、都会とかそういうところではそれで行くしかないんだけど、うん、なんかね、うん、そこはなんか違う、うんうん、このまま行くと大変だろうなというのは、うんうん、なんか、うん、いやポスターは作らない、うん、だからそこが問題で作るか作らんか、作らないか、選挙広報は作った、どんなのですか、いいかな、
ないですか。自分のコピーとか。この間持ってたんだけど。あ、これは違う。これは違う。他の人の。あ、他の人ですか。他の人ですか。ああ、大変。写真撮らせてください。千葉さんの顔も込みで、はい、あ、じゃあ このレンズを見てください。はい、行きます。はい、ちょっと動いちゃいますね。よいしょ。ありがとうございます。すいません。じゃあ街頭演説的なことはちょっとやらない感じ で、ね、あ、そうだ、あれ教えてください。あの、うん、SNS のアカウント。あ、SNS でしょ。え、あの、ツイッターかな。あ、入って、僕のところに入ってたような気がするんですよ。じゃあ、あの、まだ書いてないけど、うん、ふわさんの、ね、僕がフォローしたあれでは間違ってないと思います。うん、ふわさん、そのまんまに出てるから。うん、そうだけど、秀樹不和でしたっけ。うん、ただまだ書いてないっていう感じ。いや、書いたんだけど、うん、朝方、あれ書いてない。あ、ちょっとありますか、そのアカウント的な。まだ作ってる途中なんですね。うん、な、1ページ目か2ページ目ぐらいまだ作ったんですよ。で、なんか病気の顔して写ってますけど。あ、そうか、うん、あ、どうですか。これで今メッセージを相互フォローじゃないから送れない状態ですね。はい、はい、でも携帯で連絡すれば大丈夫ですかね。うん、おお、あ、ちょっと待ってください、ね、これもう公開してる。公開してる。www.e.com、 はい、わかりました。ありがとうございます。はい、すいません。はい。